多賀町古代像発掘プロジェクト第9次発掘調査最終日レポート。多賀町シデで古代の地層を調査する古代像発掘プロジェクト第9次発掘調査。4月30日1週間にわたって行われてきた調査が最終日を迎えました。当初はですね、天気が悪くてどうなることかと思っていたんですけども、予定の7日間なんとか雨をかいくぐりながら無事最終日までこぎつけることができました。トピックその1、ワニの足跡化石。そう思うけどな。あれやろ、そこの地層に残ったこちらの跡、ワニの足跡化石の可能性が高いそうです。この粘土の上を歩いて、そのへこみのとこにこの火山灰が来てると、流れてきて積もったんや、ね、これがワニの足跡化石、足跡やと思うね。どこを見てるか言ったら、ここ見てるわけ、こう来てるのにここへこんでるでしょ。あー、なるほど。このここを削、これを削ったらこれと同じものが出てくるはずや。なるほど、なるほど。ビニール袋に形を写し、形状を確認します。こうやね、こうやね、うん、これが崖の上、これが下、ここの溝の方、こういうふうについてる、うん、ね。というとやっぱりワニやね、これは。これワニの、うん、典型的な、よいしょ、ワニの形だっていうのが分かる最大の特徴っていうのは何かあるんですか。指が尖ってる、ね、それから1本、2本、3本、4本、5本か4本かあると、4本か5本、なんでか言ったら前足が5本指で後ろ足が4本指、そして指と指の間に水かきみたいなものの跡があると。トカゲやったら水かきがないねん。だからこの辺に足があって、この辺に手があるのかもわからないし、これはここら辺がさっと崩したら出てくるはず、うん、左か右か分かりにくいな。左やったら向こうに尻尾の跡が、ここに尻尾の跡が。もしかしたらこちらの地層に尻尾の跡が残ってるかもしれないそうです。尻尾の跡も鱗の跡も残ってる。古代の生き物が歩いた痕跡が今に残っているなんて壮大な話ですね。足跡は型を取って保存。固まった固まった、はい、古代の環境を知る大事な手がかりの一つです。トピックその2、鹿の寛骨。今回の調査で鹿の腰のあたりの骨と思われる化石が発掘されました。鹿の骨格標本と並べてみます。ここのへこみの部分がこれに当たりますね。あー、なるほど。だからこの子よりはでかいですね。あー、あ、この鹿よりも大きい感じの、はい、ここで後ろ足を支える。そうです、これ大腿骨なんですけど、はい、大腿骨のこの丸い関節がここに入るんです。はい、古代に生きた鹿、全体はどんな感じだったのか想像が膨らみますね。一般参加の応募も募り、調査には様々な方が参加。7日間で様々な化石が見つかり、最終日にも約58点の化石が発掘されました。めっちゃようわかるやん、ね、すごいこういうのインポーチや、こんなやつ輝きが好き誕生。琵琶湖のこういうの進化に非常に重要な意味。最初に6本目の多賀町としては第5標本ですか、
発見されまして、その後鹿の寛骨が発見されまして、まあ、哺乳類、爬虫類が1個ずつ発見されたということです。まあ、その他植物とか昆虫の羽とか、そういうものが採集できました。化石の数が少なくなってきている中、なかなか発掘を辛抱強くするというのがですね、大人でもなかなか大変なんですけれども、たくさん参加いただきました小学生、中学生、そして高校生、子どもたちがですね、まあ、粘り強く一生懸命掘ってくれたと。古代の環境に迫る古代ゾウ発掘プロジェクト、子どもたちの化石へ関心を高める未来につながる調査にもなりました。子どもたちがなんとかこのアケボノゾウ天然記念物を機会にですね、このゾウに関心、ね、を持ってもらって、ゾウだけでなくいろんなことに、地層から学ぶいろんなことにですね、関心を持ってくれたらというふうに思います。これが未来につながればというふうに思っています。